2015年8月15日、火山性地震が急増し、急激な山体膨張を示す地殻変動も観測された桜島は、警戒レベルが3から4に引き上げられました。それを受けて、鹿児島市は一部住民に避難勧告を発令しましたが、規模の大きな噴火が発生する可能性は低下していることから、8月22日に避難勧告を解除、また27日からは観光規制も解除され、一部エリアを除き、桜島の観光が再びできるようになりました。しかし、山体が膨張している状態に変わりはなく、気象庁は引き続き警戒を呼びかけています。今、避難は全部解除されているんです。解除された、うん、解除されたというか、つい最近 4,5 日前から解除されて、ここも営業しています、うん、それとともに鹿児島の市営バスとかアイランドビューとかももう解除されて、一周ができるようになったんです、うんうん、それまではどこまで入れなかったんですか？それまではもう結局はバスが運休でした、うん、バスも運休だったし、うん、お客様はね、個人で来られる方はフェリーのどっかのあたりまではこう見られるけど、もう一周っていうのもできなくはないんだけど、お客様はいらっしゃらなかった、全然。で、これが吹いた瞬あるだろ、吹いた頃2006年、うん、9年前だ、うん、だから昔は河口がこんなに小さかったのが、もう今この倍に口が広がってます、河口が。9年の間にね、河口が大きくなったんです。河口って他にもあるんですか？河口はここはね、昭和河口なんですけど、うん、この後ろ側に南岳があるんですよ、南岳。昔はこれが爆発する前までは南岳がずっと頻繁に爆発しよったんです。それが今度は小休止して、この昭和河口が活発になったんですよ、うん、でももう今ね、この北中田南岳ともしつくぐらいの大きさになってる、これ河口が。あ、そうなんですか、うん、この河口は今小さいでしょう、うんうん、今もこうね広がってるもん、今日ちょっと見えないけどね、見えないでしょう、もうすごく大きくなってるよ。あ、見えないね、もう見えたらすごいよ、河口が。噴煙はもう全然上がってない感じですね。今もう全然上がってないし、うん、手前に見える緑のこうアーチがありますけど、あれは鍋山、ね、うん、鍋山です。15日にここにほらお店を開けようかなと思って来る途中にラジオでその発表を聞いたんですよ、うん、なんか地震が何百回か起きて、で今ちょっと、危険区域になったってことを聞いて、その日はだからもう急遽もうお店も午前中で閉まって、うん、でも営業がそれから一切できない状態。ただね、その15日の日はなんかこう朝来た時にここにちょっと横揺れの地震はあったですよね。それは1回きりでした。あ、本当ですか。でもなんか火山観測所によると、もう地震がその日はすごく何百回か起きたみたいですよね、うん、でした。じゃあその体感するような地震はそんなに感じなかった、まあ、その1回きりで、あとはもう何もか感じるような、体に感じるようなのはなかったです、うん、じゃあなんか言われてるほど、うん、言われてるほど私たちはそんなに感じないんだけど、まあほら報道がすごかったから、うん、もう本当にその時はね、もう本当に起きるのかなっていう感じで起きたけど、感じたけど、でも普通のいつもの感じだったから本当なのかなっていう疑いもあったけど、うん、でもほら本当にこうデータに出てるからね、地震の回数が、うん、だから大正3年のようなのが起きるのかなとは思ったけど、でも反面そういう状況でもないし、自然がまあそういう前兆があるとか言うから、普通はね、そういうのも何も一切なかったから、本当に起きるかなどうかなっていうのはちょっと分からなかったですね。ただ変わったのはその山がもうほとんど吹かなくなった。
もう1ヶ月以上前まではもう頻繁に爆発してたんだけど、噴煙を上げなくなった、噴煙を上げないというか爆発しなくなった一切。それは8月15日以降、以降というかそのここ1ヶ月ぐらいだよね。だから食べてねってこと。はい、生やんせる、美味しいよ。これはシソだから、うん、あなたも食べなさい。 ありがとうございます。はい、で焼酎は、お客さん焼酎飲める？ご主人は飲めない。これはここでしか飲めない幻の焼酎。まあちょっと舐めてください。少ししかあげません。ほんのちょっと幻だからこれだけ。はい、食べながら聞いてくださいね。はい、皆さん、これがね、桜島がつながる前の姿です。桜島は昔はこんなして海峡だったんですね。こっちが桜島側ですね。こっちが大隅半島側ですね。はい、そう、通ってきたところ、今ね、この溶岩がまだ湯気がほやほや上がってます。生まれたての溶岩が桜島側から大隅半島の方に、もう今まさにドッキング寸前のね、とても貴重な写真になりますよ。大正3年の爆発、どなたも爆発はこの頂上あたりから吹くかなと思われますけど、全く当時は頂上は関係なくね、この山の中腹2箇所から吹いたわけなんですよ。はい、もうこれが山と言わないとわからないぐらいに、こちらと向こうと2筋、この山を挟んでね、黙々と8000メートル以上も吹いて、遠く北海道を飛び越え、カムチャッカ、カラフトあたりまでも火山灰が降ったという記録が残っておりますね。はい、すごいですよね。はい、皆さん、そしてこれがとても貴重です。これだけはもう皆さん触って帰ってください。どうしてかと言ったら、これはね、すごいパワーがございます。これ火の玉になって飛んできたんですね。もうすごいエネルギーがございますから、この辺触って帰ってくださいね。そして帰られたら皆さん、ぜひ宝くじでも買ってみてください。当たるかもしれませんのでね。はい、そしてもう一つ貴重な写真がございます。これ今から4年前ですね。昭和火口の下に顔が見えますか？人面岩です。これ突如として現れたんですね。今も見、これ火山灰と噴石がね、積み重なってできた自然現象です。はい、アップリサルがございます。こっちが分かりやすいと思いますね。すごいですよね。人間の顔みたいでしょう。これ心霊写真より倍率が低いんですね。なかなかこういうのは現れませんので、うん、はい、こう見えても長さが20メーター、横幅10メーター、かなりの大きさだったんですけど、もう今完全に消えてなくなっちゃって、もう見ることができません。貴重な写真ですね。火山雷、雷、火山雷って言って、うん、なんかな、水蒸気と火山灰がこう摩擦で起きる場合もあるみたい。すごいよね。すごいですね。この人面はこの辺にあったの。この辺、これ火口、火口ね、これが火口、火口口、火口口ね、うん、ここに人面は、それがあったの。これすごいですね、うん、ちょっと怖いですもんね。肉眼で綺麗に見えたの、人間の顔みたいだった。まだこれは写真はおかしいけど、まだ目で見た方がね、すごかったよ。私たちは気づかなかったの。ここに来たね、あなたたちみたいに観光客の人が気づいて、それまで気づかないんだよ。これ写真撮ったので、半年ぐらいこういう状況は。でもほら、こんなしてもう爆発するでしょ、うん、一旦上がると噴煙はこうバーッと下にバーッと落ちるのよね、うんうん、でそれでもう全部消えてなくなっちゃう。じゃあこういうふうに普段こうやって噴火した時とかはあまり、うん、地震とかなんかないんですか？ただね、ボーンって吹いた瞬間にこう横揺れみたいなのはある、うん、たまにちょっと大きいとね、うんうん、このぐらいの規模だと結構吹いた時に、なんかな、こう体感で感じる、うん、怖さとかっていう、怖さない何も。本当ですか？うん、ただじゃあもうほら、ちょっとこうして横になってるでしょ、うん、で吹いた瞬間に見に来るもん。 あ、吹いたーって。へー、うん、吹かなきゃね。結構でも灰とかはそんな吹ないんですか？吹いて火山灰、火山灰、火山灰は吹いて、うん、その風向きで、うん、あの灰が降るから、うん、だからこっちに来なかったらもう安心、あのね、私はほっと安堵するのよ、うん、灰が降らないから、うんうんうん、それがほら吹いた瞬間にこっち向きだ、風向きがこっちだと、もうこっちにボーッと来るから、うん、その灰の掃除が大変、うん、雨どいに詰まったり灰が、うんうんうん、掃除以外になんか大変なこととかっていうのは、掃除以外、ここは掃除以外は ほとんどないけど、うん、固まりに近いから火山礫っていうのが来る。火山礫っていうのはなんか何ミリ、何だっけ、5ミリやったっけ、ここにあるから実際見せたね、うん、これはね、これが火山礫です。これが降る、これが、この辺は火口が近いから、
たまに落ちてくる時がある、吹いたら、うんうん、これはだいたい2000メーターか3メーターぐらい、3000メーターぐらい上がった時の火山でき、うんうん、やっぱ重たいから、うん、この辺までがせいぜい届いて、もうやっぱ遠くなると、うん、もう火山灰になるよね。火山灰というか、うん、粒子が細かいから火山灰が遠くまでも飛んでいく、うん、でも火山的は重たいから、うん、だいたいこの裏の距離だと、うん、落ちてくるね。ここはたまにパラパラ落ちる感じ、音がする、ザー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 、だから車をその時は中にすぐ入れる、うん、素早く傷がつくから、ね、傷しますよね、うん、自然とともに、うん、これがもう日常、うん、日常の生活だから、うん、もう拭いた方がいいんだけど、まあ観光としてはってことですか。そう、観光としてはやはりお客様はね、拭いた瞬間を見たいだろうけど、私たちは拭かない方がいいんだけど、結局あれ灰が降るから、うん、でも拭かなきゃ拭かないでまた心配よね、うん、あのマグマが溜まるからね、うんうん、やっぱりボンボン吹いてるのが桜島のイメージでしょう、うん、皆さんね、うんうん、ちょうど今隠れちゃってる部分が、隠れちゃってて見えないね、昭和加工ね、うん、一番おすすめは何ですか。おすすめはこれ、味噌漬け、味噌漬け、これはね、うん、桜島大根がそのものが使ってあって、うん、そして味噌漬けで食べやすく、ちょっと甘め、うんうん、大正3年の大噴火により、ここ黒上地区にあった原御社神社の鳥居は、高さ3メートルあったものが、噴火後たった1日のうちに火山灰などによって埋め尽くされました。当時の住民は神聖な鳥居を掘り起こそうとしましたが、村長の後世に噴火の記憶を残そうという判断から、現在も噴火直後の姿がそのまま残されています。8月の15日にその噴火警戒レベルというのが3だったものが4に上がったわけですけれども、特にどうこうというのはなくて、いつも吹いているものが、噴火しているものが、まあ、静かになったっていう、静かな状態が続いている感じが、まあ、不気味ではありましたっていう感じですね、まあ、それから 2,3 回ぐらいこう小さな噴火とも言えないぐらいのレベルの400メーターぐらいこう吹き上がるものが2、3回あったという程度で、大きな噴火はこの後しばらくは、まあ、見込まれないということなので、9月の1日からはその噴火警戒レベルがまた3に引き下がるということです。ないんです。だって大きな噴火がないと、その風に乗って、その噴煙となって、その灰はね落ちてこないんですよ。なので噴火がない限り噴煙は全然その被害という人はないわけですね。ただ101年前にあったその大正大噴火というのがあるんですけれども、まあ、それと同じようなレベルの大きな噴火があるんじゃないかというふうに有名な先生が例えばそうですね、ニュースなりで言っていただいたことでですね、やっぱりこう恐怖心みたいなのがすごい吐き立てられるところは確かにあるんですけれども、でもやっぱりこう注意というのは限界にねしていかないといけないのかな、自然が相手ですしねというふうには思ってますけど、なのでやっぱりこの核火山との共生というののあり方みたいなものはすごく考えさせられます。バスでやってくる観光客の方たちはとにかく
減ったということですね。観光客の方たちはあのツアー自体がもうこの辺りあの設定なさらないんでしょうね。あの来られなくなりました。でもそれ以外でやっぱりこう山に見せられる方たちとかですね、アマチュアのカメラマンからプロの方に至るまで世界のいろんなところからあのものすごいこの機材を持って集まっていらっしゃったというですね、まあ、お客さんの質がちょっと変わっているところがあの、まあ、見てて面白いなというふうに思ってますけれど、はい、で今までと変わりはやっぱりあの噴火をしない静かな山を静観して見てるという感じですもんね。私たちあのやっぱりこう 2,3 日ないしも毎日いい感じで吹いている山、あの煙がすごい似合う山なんですね。であの煙がないだけにやっぱりこう不気味というかですね、物足りないみたいな、物足らないなという感じで見てます。なので次噴火がこれまでと同様 2,3,000m ぐらいの噴火があってくれたらいいなというふうに思ってますけどね。そのぐらいはもう普段噴火している大きさなんですね。なのでまあ噴火は していかなきゃやっぱりいけない。マグマがあの本当入り口まで火口付近まですごいいっぱい来ててとかいう説明も受けると、あのそのマグマの抜け道ですね、新たな噴火口を今探しているという状況らしいので、なのでいい感じでやっぱりこうエネルギーはどこかに出ていかなきゃいけないんで、なので大きなそれが噴火につながると大きな被害になっちゃいますからね。なので大きな被害に至らないぐらいの噴火をが見込めたらなというふうに見てます。火山灰はもうここはもう当たり前のとこなんで、はい、あの特に例えば火山灰でどうこうって、まあ、お掃除をすればいい場所、はい、あの灰でどうのこうのっていう感じはあまりないですね、うん、もう灰と共に生きている場所なんで、まあ、観光客の方は灰を見て珍しかったりあのいろいろ苦悩があるんでしょうねっていうふうなお話はありますけど、雪国の方は雪と共に生活しているのと一緒で、私たちはまあ灰と一緒にあのそうですね、その苦労とも言えない苦労になっているのかなというふうに思いますけどね。鹿児島には半島が薩摩半島と大隅半島というのが、まあ、簡単にあるんですけれども、薩摩半島はあのとても観光に適した場所なんですね。で大隅半島というところはですね、どちらかというと観光はあまり整備がされてなくて手つかずの自然がいっぱいあるところなんです。なのであの2通りの楽しみ方ができるので、ぜひともまたいつか遊びいらしてください。